この時間は2019明治安田生命 J3 リーグ第22節 YSCC 横浜対セレッソ大阪 U23 の一戦をお送りします。試合の舞台は神奈川県の日発三ツ沢球技場です。台風で天気が心配される中ですが、それでも駆けつけたサポーター、あるいはアカデミーの子どもたちの姿もあります。それでは YS 横浜の予想フォーメーション、システムは 4-4-2 が予想されます。前節と1人メンバー変更です。8ゴールを挙げているフォワードシンが今日は出場停止、その代役として20歳の27番古山蓮が J リーグ初スタメンとなっています。続いてセレッソ大阪 U23 の予想フォーメーション、システムは 4-4-2 です。今日はオーバーエイジ枠としてキーパーの丹野、そしてフォワードの沢上の2人、一方でディフェンスの吉成と通り、そして左サイドハーフに入ることが予想される下川、3人のアカデミー所属の高校生がスタメンです。セカンドボールセレッソ大阪 U23、 下川から中島、ボランチ、そして前に持っていく安藤、一人で突破に入る安藤、安藤がエリア内入る、マイナスのボール逆サイドフリーでシュート、ゴールキーパーの佐川のファインセーブです。ファーサイド小野沢のシュートでしたが、佐川がシュートコース消していきました。安藤倒れたがファウルはない。佐藤が中に入っていって左足、右サイドハーフの佐藤が中にカットインしてバイタルから左足のシュートでした。右サイドの大きな展開、川野余裕を持ってボールを抑える、1対1ステップ踏んで中からシュート、鋭い左足のシュートでした。中へパスを出した奥田、もう一個パスを出します。古山ターンをして右サイドバックの川野、縦に突破を図る川野、クロスが上がってくる、ヘディング、ゴールキーパーの丹野が正面でキャッチします。後半の立ち上がり、決定的なチャンスを作ったのは YSCC 横浜でした。川野のクロス、ニアサイドクリアがちょっと中途半端になってセレスボールです。ただすぐに奪い返す YS 横浜、バイタルに入ってきて左足、鮮やかなゴール、浅川節目となる今シーズン10ゴール目、ホームの YSCC 横浜が先制です。エース浅川の左足の一発、ドダテのインターセプトから浅川がバイタルに入って左足のインフロント、前を抜いてドダテ、もう一個縦パスというところ、ここは網にかかります。沢上から安藤、もう一度フリーになる、エリア内入ってループシュート、吉成のループシュートでしたが枠は捉えられません。野村は今日2枚目のイエローカード、退場になります。アカデミー所属の高校3年生野村が2枚目のイエローで退場になります。1点を追いかけるセレッソ大阪 U23、 残りおよそ10分余りを10人での戦いを余儀なくされます。 YSCC 横浜も選手交代がありました。古山に代わってタバディエゴが投入されます。大泉、そしてタバが中に入ってくる、タバ、バイタル、タバのシュート、Jリーグデビュー戦で
カバディエゴのゴール。再開ズバリ的中 YSCC 横浜。カバディエゴ J リーグ初出場デビュー戦のゴールです。チームメイトから手荒い祝福。右足一線振り抜きました。ゴールキックリスタート。セレッソも前からプレッシャーをかけます。浅川から裏へのボール、奥田、中で球が待っている。奥田のコントロールシュート。勝負を決定づける3点目。ホームの YSCC 横浜、奥田の今シーズン3得点目。9試合ぶりの勝利がこれで決定的なものとなりました。タワンが前を向いて、アディショナルタイム4分台に突入です。そしてここで試合終了のホイッスル。 YSCC 横浜リーグ戦9試合ぶりの勝利、2ヶ月半ぶりの白星を手にしました。